1、一度死ぬことは人に定まっています。あなたの人生はどうですか？あなた方は明日何が起こるかを知らない。あなた方の命はどんなものであろうか。しばらくの間現れて消えてゆく霧に過ぎない。ヤコブの手紙4章14節。2、科学や宗教、教育はあなたの罪の問題を解決することはできません。御子を持つ者は命を持ち、神の御子を持たない者は命を持っていない。ヨハネの手紙第1、5章12節。3、罪人の魂は地獄で永遠に松明のように燃え上がるでしょう。その苦しみの煙は永遠に立ち上る。ヨハネの黙示録14章11節。心の中で想像した一つの罪さえもあなたを地獄に投げるのに十分です。4、あなたの罪は創造主イエス様の血潮で全て許されました。見よ、世の罪を取り除く神の子羊。ヨハネの福音書1章29節。5、今あなたの罪が許された事実を信じて永遠の命を賜物として受け入れませんか？復活、あなたはこれを信じるか？ヨハネによる福音書11章25節から26節。救い、あなたの行いや物質にはありません。ただ主イエス・キリスト、その方の中にあります。6、永遠の命を得ることはとても簡単です。今どこでどのような状況にいても、あなたの罪が許されたという事実を信じて次のように祈ってください。偉大なる神様、私は地獄に行くしかない罪人です。イエス様が私の罪を許すために十字架で血を流して死なれたこと、葬られたこと、そしてよみがえられた事実を信じ、イエス様を救い主として受け入れます。今私の心に来てくださり、地獄から救ってください。私をイエス様の血潮で救ってくださって感謝します。主イエスキリストの御名により祈ります。アーメン。